ば普通の学生たちもあるし、まあ働いてる人は留学生とか自主生か、まあ日本にいるのミャンマーの国民たちが 90% じゃない 100% ぐらいクーデターに1年なっても本体の反対の立場は変わらないですね。独裁者はクーデターは認められない。ミャンマーは独裁者がいるの場合はミャンマーは民主化にならない。独裁者を変わりましょう。で、考え方で集まっています。やはり今ここでも訴えてたように NUG を認める、うん、そういう動きですね。やっぱりそれ進めてほしいですね。ミャンマー の軍の組織がミャンマーの正当な政府だというふうには日本は認めてないじゃないですか。まあ、今軍の方が圧倒的にこう、ね、優遇されてますけど、少しでもこう政府間で、うん、こうコンタクトを取って、でその認めるような動きを取ってほしいです。